つに前に出ようってバカめが。資格なし劉備、そして劉備に組みする者よ、今こそ我らの前にひれ伏すがいい。赤壁では五色の連合軍を計略ごと打ち破って勝利した魏だったが、劉備を打ち漏らしたことは曹操の懸念となっていた。やがて曹操は本格的な劉備討伐に乗り出す。劉備は赤壁から西へと流浪して征討を落とし、蜀の地を本拠地としていた。それだけではない。隙あらば魏に攻め入ろうと北伐の準備を整えていたのである。これを重視した曹操は切り札の芝居を抜擢して戦いに臨む。この法に接した蜀は直ちに北伐の号令を発した。魏と蜀とを結ぶ要衝へと蜀軍が迫る。戦場では卑怯なことなど何もない。敵は伏兵を置いてるらしいな。むやみに出るなよ。手ごわいな。五郎隊が相手では刃も鈍ろうというもの。何を抜かすか。この高官所死ぬまで最前線じゃ。撃ち取ったり。義
やっつけるとも弓が折れねばよい。わけにはいかぬ。我らも遅れにとってはなりません。鑑識復興のため、ここは引っ